アンドレ・オブレヒトは、フランスの死刑執行人である。彼は、死刑執行人であるアナトール・デーブレルの甥であった。1899年8月9日に、パリで生まれた。幼少の頃から叔父である、死刑執行人、アナトール・デーブレルについて、仕事を見習うようになる。デーブレルの実子は、オブレヒトと同い年であったが早くに亡くなったため、オブレヒトとデーブレルは、親子のような関係となった。1922年4月4日、デーブレルの第二助手に就任する。政府からの給金は不十分なもので、副業として工場で機械のオペレーターとして働いて、生計を支えるようになる。1939年にディブレルが急死すると、第一助手のジュール・アンリ・デフルノーが死刑執行人の職を継ぎ、オブレヒトはその第一助手となった。デフルノーとオブレヒトは不仲であったという。ドイツ占領下のフランスでは、レジスタンスの処刑に携わったが、同僚や友人と共に仕事を辞めている。1945年に仕事に復帰したが、デフルノーとの対立が激しくなり、1947年の処刑の後に辞任した。1951年にデフルノーが死去すると、司法省に手紙を送って、死刑執行人に立候補し、11月13日に正式に死刑執行人に就任した。以後、執行人としてギロチンによる死刑を執行した。1960年だけ突出して多いのは、アルジェリア民族解放戦線関係者が死刑になったためである。この年には副業であった工場労働者としての休暇を使い切ってしまい、法務省の役人に頼んで、会社経営者を説得してもらったが、結局は会社を辞めてまで死刑を執行したという逸話がある。1976年9月30日に健康上の理由で辞任した。死刑執行人の職は、助手であり義理の甥であるマルセル・シュバリエが受け継いだ。1981年の死刑制度廃止により、シュバリエはフランス最後の死刑執行人となる。1985年7月30日、オブレヒトはニースの病院で死亡した。ありがとうございます。